はい、これが、猫にね、保護猫をね、病院に連れて行くのに使ってるね、サンバーズね、今からね、連れて行くのに、まあこれはね、いろんなものを運ぶのに役立ってます。はい、それで猫ね、はい、そらちゃん。泣いてますね、そらちゃん。ね、心配やね。はい。りんちゃん。見えるかな？見えないね、りんちゃん。りんちゃん。泣いてんね、そらちゃん。かわいそうに。ね。はい、昨日保護した子。ね。はい。ちょうちゃんはね、結構もうぐちゃぐちゃにしてるからね。怒ってんかもわからんね。あ、こんな感じで今から行きます。はい、はい、こんな感じでね、サンバー君ね、5万円で買うたんですよ。これ知り合いから、香川県のね知り合いから、わざわざ取りに行くのに結構あれやったけどね。これでまあ今からねちょっと ETC もセットして、高速乗っていくからね ETC セットして、はい。あれ、これでね結構電池消費するからね、地震の時用にねこれ買うたんですよ。これ持ってたら便利かなので、これをねちょっとここにねこういうふうにして充電 しとこうかなと。今日は天気もいいみたいからね。はい、猫たちね、はい、こんな感じで、もうこれはねこの保護した時の用のね、カゴ積んだり捕獲器積んだりいろいろねしてます。それではね、今8時10分ぐらいかな、ちょうど9時10分ぐらい着くと思うんでね、まだ途中いろんなおしゃべりしたりね、着いた動画と、それでまた迎えに行く動画とね、これ今日はこの動画だけで2編撮ろうかなと。はい、行きます。はい、吹田向かって走ります。ちょっと歪んでるかな。まあポンさんのとこはね、三原北インターいうとこ、近畿道のね三原北インターいうとこから5分なんですけどね、降りて、まあほんまは三原北インターから乗ってね、早いんやけど、まあポンさんいつもね節約のために松原から乗ってるんですよ。ちょっと歪んでるかな。ちょっとカメラもね携帯電話の固定のこのサンバー君には絵のついてないからね、まあ、ちょっと悪いんやけど、歪んだりするかもわからんけどね、ちょっと我慢してください。ちょっとこういうことね、まあ今日はええ天気でね、絶好のツーリング日和ということでね、長いことツーリングは行ってないけどね、まあ、こんな感じでね吹田ちょっと向かいます。はい、ここはね中央環状線言うんやけど、中央環状線でもね結構ね、ここでも走ってたらね結構猫ね死んでるんですよね。まあ、こういうね高速のね下のこういうところから出てきたりするんやろね。こういうところのね空き地みたいな広場の中なってるんやけどね、無駄に何も使わん土地があるんやけど、そんなところらへんで子供問題もしてんかな。まあどっから出てくるかわからないんだけどね、結構猫死んでるんですよね、ここだと。まあこういうところでねまあほんまに住んでいけるっていうような環境はないですからね。まあここをちょっとね曲がったところにねいつも行くんやけど、よくコンビニなんかでね餌やってはる人も野良猫にいてますね。まあちょっとかわいそうやけどね、どうなってんかな思い持ってね。まあここからねこの新しく、あ、誰か泣いてる。たまにねこの人泣く子おるからね、にぎやか、一人泣いたらにぎやかになる時あるからね、うん、これ誰やろうね。まあここからね松原、ここから乗りますね。はい、はい、高速乗りました。まあ高速乗ってね、このサンバー君はねやっぱりエンジンちょっとしんどいんですよね。うなり持って走るんやけどね、いつも。まあ大概この80以上出したらしんどいでしょ、この子は。もうそれ以上出んけどね。こんな感じでね、ちょっと頑張ります。走ってます。結構ね、日中やからね、ちょっとまだ日中や、祝日ということで、道混んでるかな思ったけど、意外と空いてますね。意外とね、まあこの調子やったらね、まあ今、8時半やから、9時ちょっと過ぎに、あ、8時半ちゃうね、8時40分からかな、9時ちょっと過ぎに着くかな、思ったけど。まあ空いてますね。はい。この子がね、昨日捕まえた子なんですよ。この子がだから全部耳カットは耳カットもワクチンとエイズ検査と全部やね。で、あ、爪切りもしとくかな。鳴らさなあかんから全面検査もできるの全部。あ、そうですか。ほんで、マンソンっていうのはどうでしょう。それは入ってるんですかね。検便で出るマンソンが出るかどうか。あ、出たら薬かなんか。薬だと思うんですけど、手術と同時に投与は負担が大きいので、まあお薬をお渡しするか、後日一般病床に注射打ってもらうか、どちらかの口をあります。あ、そうなんですか。はい、あ、薬とか注射じゃなくて、注射もありますし、ここでしてもらう。同時には打てないんですよ。そのもしたくさん寄生してた場合に、注射するタイミングで虫が毒素を吐いて、それで副作用を起こしてしまうことが。あ、そうなんですか。ほなマンソンはできないことね。他でほんな見てもらわなあかんよ。マンソンがいるかどうかの検便はできるんです。マンソンなのか海中なのかっていう虫を調べる検査。おそらく出るもんですよ。カエルさん食べてたとか。絶対に。もうほとんどいつも行ってる病院で出るからね。みんな出るんですね。そう。みんなカエルさん食べてるから。そう。ありました。までもあとはこの子ら普通にしてもうたら。はい、これちょっとなかなかね。はい、そうですね。はい。みんな同じオーダーでよかったですか？あ、同じ。はい。いや、これは全部できてるんです。この子は。終わってるんです。耳カット手術だけど。はい。これが男の子、多分女の子で、女の子やもん。はい、らおこんの子。だいぶ今慣れたことに頑張ってんけど。怒ってはりますね。怒ってんですよ。今これ鳴らすのに何日でできるか言うてやってんですよ。どれぐらい目ですか今？いや今7日目でチュールやって手でやったりしてんやけど、他の子はねだから自由にさしてて。慣れさせてんやけどその子は慣れないんですよ。逆に言うたらこの子はね、なんでそういうことをしたか言うたら、保護した時トイレと餌をすぐ食べたからね。普通食べないんですよ。これこの子はひょっとしたら思って、まあ、これからいろんな話していくのに何日で慣れるかいうので、すごいゴージャスな子ですね。いやこれもう一匹おるんですよ。はい、これが子供で、もう一匹が親猫や。これブラッシングしてくださってるとかじゃないんですか？いや、してないですよ。ちょっとだけしたけどね。これ、いろんな猫、これ掘ってんでしょ、これ。よ、乗らんでもこんな子っておるんですかね。まあ、絶対いないわけじゃないと思うんですけど、それは可能性もあるんでしょうね。気の強いタイプの性格の。気強いですよ、これは。食べるけど、こんな感じっていうのは。けどちょっとずつね、チュールもなんか食べ方知らんのですよね。ガロンって噛んで食べるけど、まあだけど慣らして、これから愛護センターとかに話しようというか、慣れてる。そうそうそう、そんなんも、なんか殺処分されるようなこと言うてるから。そうそうそう、それをあんたらみたいな感じで。すごい経験談を持ってってことですね。そうですよね。ということでお願いします。はい。はい、手術がね4時に終わるいうことでね、いつもやったらねポンさん嫁さんがおるときは猫カフェ行ったり千林行ったりするんやけど、今日は嫁さん仕事やからね、まあそんな時はどこ行くか言うたらまあ今ちょっと車預けてるとこあるんですよ。その車屋さんに向かうんやけどね、まあ4時まで暇やから4時にね手術お迎えやから、それまでね車屋さんでも行ってこうかなとね、京都の八幡にあるからね、吹いたからやったらちょっと走ったら着くからね、まあ、そこの車屋さんは何がすごいか言うたら、もともとねローライダー専門でねレストアなんかいろいろしてあったとかやからね、まあ、ローライダー言うとアメ車やねんけど、古いアメ車をね直してやってはるレストア屋さんやねんけどね、そのローライダーの、車を作ってはるんやけど、まあだから国産のね古い車なんかもね最近やり始めてはってね、知り合い通じてやり始めて、ボンさんも知ったわけやねんけど、まあそこにねもうすごい技術の持ち主のね車屋さんね、何でも作りはるからね、ないもんはまあ普通はあるもん作ってレストアいうのもあるんやけど、ここの人社長のとこはもうないもんも作り出すからね、自分のとこで、まあ、使えるもんなんかトランクでもサッビサビのねトランクなんかでも全部その溶接で全部直して作りはるから、ね、ものすごい普通の車屋さんとまた千代田車屋さんで、ね、面白いんですよね、まあ、そこに行きますね、まあ、また後半お迎えシーンまた撮らせてもらいます。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。僕たちのおやつ代としてグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。